最初は仲良かったけど、年を取るにつれて考え方が合わなくなった人と仲良くしていきますか？それとも少し距離を取りますか？それとも縁を切りますか？いや別に縁を切るほどまでは、よっぽどなことがない限りいかんけども、別に普通に話は合わんくなったなら、なんか、どれぐらい譲れるかやない？なんかその、そういうのって何事も天秤にかけると思うわけ。例えば、そいつとの考えが合わないことと、それを踏まえた上でも、そいつが面白いと思うかとか、絡んでて楽しいかって思うかを天秤にかけて、楽しいに傾いたら別に普通に連絡取るし、その、いやでも考え方合わないことへの深い感の方が多めに傾いたら俺別に距離取ると思う。でも縁切るまではいかん、よっぽどなことがない限りって思うけどな。まあでも普通に人は大人になると考え方変わっていくからな。まあ、別にいいんじゃないか。なんか友達ってそういうことじゃない。それを踏まえてやない。なんか別に良くない。なんか友達ってそういうもんなんじゃん。いい面も悪い面も踏まえて、別にそれでも友達のやつが友達なんじゃん。俺だって別に仲いいやつ、うわ、こいつ、これはないわとか思うことあるけど、でも別にそれを踏まえて友達やけ、別に妥協できるくない？なんか分かりやすく言うんやったらさ、さっきさ、俺、あざとい男とかマジで無理って話したけどさ、マルとかさ、めっちゃ可愛い系やし、なんか俺いつも思って、なんでこいつ可愛い系でこんな鬱陶とか、あいつ顔かっこいいっちゃけ、別にかっこいい売りしていいやろみたいな。そう言ってしまえばさ、あいつ神木隆之介に顔が2等みたいなさ、話もあったけど、別に神木隆之介って可愛い売りしてないと思っちゃう。俺が見とく限りはね。なんか別に、なんでこいつ可愛い売りしとっちゃうの、キモいわって思うことあるけど、でもそれ以上にあいつとって面白いこととか楽しいこととかほっこりすることが多いけ、普通に友達やし、めちゃくちゃ好きやし、あいつのことって思うわけよ。なんかそういうことやない？なんか別に、俺だって多分めっちゃうざいし、だるいし、バリわがままやしって多分思われとうと思うけど、なんかそれを踏まえた上で、なんかあるけん、あいつは友達してくれと思うんやと思うし、なんかそういうもんなんじゃないの、友達って。いや、わかんないけど、なんか一個でも嫌なことがあったら友達できんのは多分最初から友達じゃないと思います、僕は。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。